東洋建設は令和の建設会社というよりまるで奈良時代の白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は任天堂創業家東洋建設への買い付け価格を引き上げというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論はなぜそんなに買いたいのというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、今回のニュースからということで、はい、任天堂創業家東洋建設への TOB 公開買い付け価格を引き上げ1255円にということですね。はい、すなわちですね、一番最初の時価っていうのが株価599円でしたということです。それに対してインフロニアという会社がですね、東洋建設に対して TOB 公開買い付けを770円でしましたということですよね。しかしそのインフロニアの公開買い付け770円での公開買い付け中に任天堂創業家の資産管理会社の一つである YFO がですね、いやちょっと待ってくださいと、私たちだったら1000円で買いますということで待ったをかけたんですよね。だから結局インフロニアの TOB 公開買い付けっていうのを YFO が潰したわけです。はい、で、インフロニアの東洋建設への公開買い付けは不成立になりましたということですよね。でも実際は YFO はその1000円でですね、その後公開買い付けっていうのを実施しなかったんですよね。東洋建設の経営陣からの賛同が得られなければ TOB 公開買い付けは開始しないということで、それから1年以上無駄な時間がずっと流れて現在に至るということです。はい、結果ですね、例えば9月25日終わり値ですよね。要するに1年以上経過した9月25日の、東洋建設の終わり値が1241円で、で今回のニュースっていうのは YFO が東洋建設の公開買い付け価格っていうのを当初の1000円ではなくて1255円に引き上げたというのが今回のニュースということになります。はい、つまりですね、時間を無駄にかけた結果、最初は1000円で買えるはずだったものが1255円っていうのを提案せざるを得なくなったと、YFO 任天堂創業家の資産管理会社の一社である YFO の立場からすれば1000円で買えるはずだったものが1255円を提案しなければならなくなっているということです。はい、というよりなぜそんなに買いたいのということですよね。もともと599円だったわけですけど、なんで1255円とか、2倍以上の価格でそこまでして買いたいんですかということです。はい、でそもそもですね、東洋建設っていうのはまず中堅ゼネコンですということで、建設業界っていうのは、ピラミッドの階層型になってるわけですけど、スーパーゼネコンっていうのがですね、年間売上高1兆円以上ということで日本で5社ありますということですよね。でその下っていうのが準大手ゼネコンで、今回の東洋建設っていうのはさらに下の中堅ゼネコンということで、年間売上が1000億円以上という規模の会社ということです。はい、そして海洋土木ですね、結局今回の東洋建設ってもともとどういう目的で会社が設立されているかっていうと、港の工事をするためにですね、結局会社が設立されてるんですよね。だから会社設立の目的っていうのが、港、つまり海上土木を目的とした会社ということで会社が設立されているので、海洋土木っていうのが粗業にして現在の中核事業ということになるわけですね。はい、ところが1年前はですね、1年前は海上土木工事っていうのは匿名が 4.6% で競争入札が 95.4% でしたと。で直近の決算で言うと海上土木工事が 10%、 匿名が 10% で競争が 90% ということです。要するに発注者であるですね、例えば政府、国土交通省とか、もしくは各都道府県とかがですね、結局この工事は、この会場工事はですね、東洋建設さんにお願いしますというふうに、名前を指名して匿名で受注することができているのは 10% ということです。あとの 90% に関しては競争入札ということで、結局一番安い価格を提案してくれたところが受注しますという形で、
まあ、結局仕事を請け負ってるということですよね。だから東洋建設さんにお願いしますっていう匿名がわずか 10% しかないということです。はい、で発注者が政府で競争入札 90% ということであれば、じゃあ経営陣が新しく変わりました、で新しい経営陣で、まあ、新しい経営努力を始めていったとしても結局価格で選ばれると、別にその東洋建設だからっていうことで選ばれるわけじゃないということであれば、もう改善する余地っていうのがほとんど残ってないということですね。だから、まあ、売上っていうのは建設、東洋建設の売上っていうのは、まあ、この直近20年で4割減ってるということです。はい。にもかかわらず、任天堂創業家の資産管理会社の一社である YFO は、東洋建設をなぜそんなに買いたいのということです。はい。で、もしかしてですね、まあ、今後のですね、まあ、洋上風力に期待して、それで、まあ、買いたいのかという考え方もあるわけですけれども、はい。しかし、まあ、洋上風力っていうのはまず国内の第1号案件っていうのは北九州の案件なんですよね。はい、こちらをやってるのが九州電力ということで、東洋建設は全く関係してないということですね。はい、そして、まあ、第1回の競争入札ということで秋田が2案件で千葉が1案件合計3案件のですね、まあ、結局経済産業省主催の競争入札っていうのがあったわけですけれども、洋上風力に関して、はい、こちらの方は3案件すべて三菱商事が取りましたということですね。はい、でさらにですね、第2回の競争入札っていうのも行われたということになるわけですよね。まだ結果の方は公表されていませんけれども、まあ、入札自体はあったということで、秋田が2案件、千葉が、新潟が1案件、長崎が1案件、合計4案件にもですね、はい、東洋建設の名前はどこにもないということです。はい、ではですね、まあ、洋上風力に対して東洋建設って一体何してるんですかということですよね。まあ、はっきり言ったら競合会社っていうのはどん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 、まあ、洋上風力っていうのに直接ですね、まあ、関係していってるわけですよ。にもかかわらず東洋建設っていうのは、まあ、現在進行形で動いている洋上風力に関してははっきり言って全く関与してないし、名前すら挙がってないということですよね。じゃあ洋上風力に対して東洋建設って何してるんですかと言った時に、はい、商船三井との協業の検討を開始しているということですよね。もう動いてるんですよ、九州電力とか三菱商事とかその他の、まあ、総合商社とか、もしくは例えば東京電力とか、動いてるわけですよ。動いてて実際もう始まってるのに、まあ、結局東洋建設は協業の検討を開始したということですよね。はっきり言ってもう規模が小さい会社が速度でも負けたということであれば、もう今後 1000% 勝ち目がないということですよね。基本やっぱり事業ビジネスっていうのは大手が有利なんですよ。で中小は不利なんですよね。まあ、これはもう常識的に考えてそうです。はい、まあ、はっきり言って名前、知名度、ブランドですよね。で持っている人、物、お金、時間、情報、経営資源、まあ、何を見てもはっきり言って大手の方がビジネスっていうのは有利ですよ。でその大手の方が有利で、それでも規模が小さい中小企業とかが勝つということであれば、もう2つしか勝つ方法がないんですよね。1つは知恵です。はい、だから、まあ、結局お金は出せないけど、知恵をなんとか働かして、今までまだ解決されていない社会課題、経営課題っていうのに、まあ、全力でですね、もう頭を24時間365日振り絞って、結局まだ解決されてない、まあ、独自の、まあ、需要ニーズっていうのを見つけて、その問題解決に全力で当たるっていう、まあ、知恵で勝つか、もしくは速さ、速度で勝つか、もうこのどっちかしかないんですよね。はい、でどっちでも勝てないということであったときに、まあ、今回の東洋建設っていうのは普通に建設会社なので、別に他の建設会社と違って明らかに東洋建設でしか解決することができない、建てることができないものがあるわけじゃないわけですよ。実際匿名っていうのは 10% で、 90% は競争入札で価格で比べられてますからね。だから基本的にはサービスでは差別化できてないわけです。だったら大手に勝つというのであれば、もうこれ速さしかないですよね。速さしかないのに遅いわけですよ。もう洋上風力始まってるのに今検討開始してますとかって言ってるわけですから、もうだったらもう勝ち目がないということですよね。規模が小さいのに遅いわけなので、もういいところが何もないということです。はい、でそういえばですね、まあ、今回の新提案ということで、まあ、任天堂創業家 YFO
FO がですね、まあ、1255円に引き上げますという、まあ、今回の新提案に対して、じゃあ東洋建設はどういう反応なのかっていうことなんですけど、はい、特別委員会を設置しましたということで、はい、この YFO の新しい株価1255円での公開買い付けの、まあ、通知に対して、提案に対して、まあ、今後どうしていくか、取締役会としてどういう決議をするかの前に特別委員会を設置しましたということで、はい、1年以上前です、1年半ですね、1年半以上前、22年3月に1回東洋建設の経営陣はインフロニアに770円で売るって決めてるんですよね、はい、もう決めてるんですよ1回は。にもかかわらず1年半経って相手が YFO だったらまた調査検討するんですかということで、はい、であればもう東洋建設は令和の建設会社というよりまるで奈良時代の遣唐使ということですよね。もう遣唐大好きということです、はい、でもはやですね、もうダメだこりゃということですよね。もう規模が小さいのに遅いので、いいところが何もないということです、はい、でそんな東洋建設を任天堂創業家の YFO はなぜそんなに買いたいのということで、もうどれだけ分析しても理解できない、理解不能ということですね。はい、ちなみにですね、まあ、企業価値と時価総額の比較ということで言うならば、はい、まあ、企業価値は977億ということですね、まあ、これが株価に換算すると1036円に当たりますということです。対して YFO は東洋建設に新たに提案、1255円で株価を提案しているわけですけど、まあ時価総額で言うならば1184億で買いたいって言ってるのと同じということですよね。要するに価値977億のものを1184億で買いたいって言ってるわけです。はい、これはもう価値に比べて時価が高いので割高ということですよね。はい、しかも、まあ、いざ株価1255円で公開買い付けをするという場合はですね、任天堂の創業家の資産管理会社の一社である YFO は銀行からの借り入れっていうのを予定してるっていうふうに発表しています。はい、つまりですね、遺産相続で思わずお金持ちになってしまってるんですよね。はい、だから、まあ、任天堂のですね、まあ、中高の層である方がですね、まあ、大きな資産っていうのを、まあ、残しましたということで、で、まあ、実際生命的にはですね、まあ、生物学的にはお孫さんですよね。で、戸籍上は息子さんにですね、まあ、はっきり言ったら、まあ、報道では2000億残しているということなんですよね。なので、まあ、お孫さんですよね、戸籍上の息子さんは、まあ、思わず大金持ちになってるわけです。はい、ところがこの思わずお金持ちになったはいいものの、お金の使い方が下手なんですよね。なんで東洋建設を割高で買う必要があるんだということで、まあ、お金の使い方がものすごい下手ということです。でもし今回買うと、1255円で買うということであれば、まあ、持ってる資金だけでは足りないということで、逆に銀行からの借り入れを予定しているということですから、お金持ちから逆に借金持ちになろうとしているということです。はい、これって宝くじに当たって逆に不幸になる人と全く同じパターンということですよね。要するにお金の、まあ、使い方の実力に見合わない、お金の器以上のお金っていうのを受け取ってしまったがゆえに、逆に今から不幸になろうとしているということです。はい、以上、まあ、東洋建設への公開買い付けに関してのですね、まあ、テーマっていうのをまとめていくと、はい、まず東洋建設は20年間で売上が4割減っている、まあ、数字だけで見るならば衰退企業ですということですよね。はい、で匿名 10% なので、基本的に東洋建設さんにお願いしますって言われて、まあ、受注することができている海洋土木っていうのは 10% しかないわけです。だから新しい経営陣がですね、まあ、全く違う経営っていうのをやっていこうとしたとしても、その経営努力の余地っていうのがすごく小さいということですね。はい、で、まあ、洋上風力に関しては、まあ、未だ検討中ということで、はい、企業価値よりも高い時価で銀行借り入れまでして、なぜ任天堂創業家の資産管理会社の一社である YFO は東洋建設をそれほど買収したいのかということで、まあ、理解できないということです。はい、ということで今回は任天堂創業家東洋建設への買い付け価格を引き上げということでやってきたんですけれども、結論はなぜそんなに買いたいのというのが今回の結論です。
そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということですね、はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、EV 戦争の覇者という、動画ですね、はい、こちらに関しては広告案件ということになります。今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義をですね、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですけれども、はい、安全性を高める6つの投資先ということで、はい、こちらも広告案件ということになります。はい、資産の安全性を高める投資思考法として6つの投資先という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう